元気にハッピーパウダー、あーちゃんです。はい、始まりました、あーチャンネル。本日はですね、ちょこちょこリクエストをいただいてたバッグの中身の紹介をしていきたいと思います。まあ、そんな別に洒落たものではないんですけど、まあ、ちょっとねゆっくりというかちゃっと紹介していきたいと思います。それではどうぞ。では早速、まず使ってるバッグから紹介したいと思います。でん、こちらのキルシーとロマンティッククラウンのコラボのトートバッグを使ってます。このバッグはだいたい私がお仕事に向かうときに使ってるバッグです。名古屋のねポップアップで購入しました。はい、可愛すぎて購入しちゃいました。まずカバンの外側にジャラジャラとアクセサリーがいっぱいついてるんですけど、まあ、これはエアポッツケースです。これはお誕生日プレゼントに友達からもらいました。キルシーのまあノベルティのものだったり、まあ、あと今話題のね鬼滅のキーホルダーなどジャラジャラつけてます。はい、じゃあ早速中身を紹介していきたいと思います。まずはこちら、でん、はい、これサボンのオードん、サボンじゃねえよじゃん、こちら白のサボンオールドパルファンっていうボディミストっていうかコロンみたいないい匂いする、結構みんな多分持ってると思うんですけど、これもいただいたものでいい匂いなので使ってます。あとはお財布、こちらグッチのお財布です。まあ私はさくらんぼが大好きなので、まあ、このグッチとねさくらんぼのコラボを見た時はもう即決でした。はい、これはお父さんからプレゼントしてもらいましたありがとうございます。普段はちっちゃいカバンが持ってること多いんですけど、会社に行くときはゾゾタウンとかそういう衣装の撮影とかがあったりするので化粧ポーチを丸々持っていくことが多くて、なのではい、こちら化粧ポーチ、もうこれが一式ですね。これは普段めったに持ち歩かないです本当に。でもまあこういうね会社仕事行くときは持ち歩いてます、何があってもいいように。こちらこのちっちゃいポーチは中にねフィニッシングパウダーとかあとクッションファンデとかが入ってます。これは、卒業祝いでお友人からいただきましたありがとうございますあとまあちょっとね今はこんな時期なので、まあ消毒液持ってます。はい、これでね消毒をしてめっちゃいい匂いするんですよ。これを持ち歩いてます。あとこれはお仕事で使ってるノートです。まあ、もうこれで私がねちょっと好きなものが結構バレてしまっているんですけど、はい、ここにいろいろその日やることだったり、まあ何やらなきゃいけないことだったりがいっぱい書かれております。こちらのねくまさんのペンも一緒に入ってます。これとこれはセットで持ち歩いてます。その日使ってるリップを私はもうそのままカバンにぶち込むっていうことが多いんですよ。なんで、まあ、今日使ってるやつを、もう素で、2個これをパッてこれをね使ってるんですけど、本日はカバンの内ポケットの中にすぐ届く場所にパッて入れてあります、収納してあります。あとは一番大事な最近もうずっとハマってることがあって、こちらでん、スイッチでーす。でもこれで動物の森をめちゃくちゃやってます。はい、もうこれは休憩時間だったり、あとは電車の中だったりやってましたね。まだ電車で行ってた時はやっとね最近島クリエイターになったので今めちゃくちゃ河川工事とかしてますそんな感じで私のカバンの中身の紹介は以上なんですけど、まあ普段は割とちょっと出かける時は小さめなカバンが多いんですけど、お仕事の時は大きめのカバンで何でも入るようにねしてます。これだったら、まあ、ファイルとかも入るのでそれで使いやすいです。まあまたね今度お出かけ用のバッグ紹介とかできたらいいなって思ってるので、はい、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで本日もあチャンネルをご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくねありがとうございました。またねー。